イベント当日まで盛り上げ続ける謎解き。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、コークスタジオ最前列への招待状、コカ・コーラです。5つの謎を解き、期間限定公開イベント配信カメラのロックを解除するキャンペーンです。それでは烈さん解説お願いします。はい。コカ・コーラが提供する音楽体験プラットフォームコークスタジオが仕掛けるアーティストに誰よりも近づけるスペシャルイベントに参加できるゲームで、イベントに参加できるたった一つの条件は謎を解いて最前列に近づくことということで、ウェブ謎解きキャンペーンになってます。みんなが謎解きをクリアするとイベント会場のカメラのロックが解除されていくというストーリーになっていて、現在はですね3台ロックが解除されてます。これで見ることができるわけですね。で4台目はロック中という感じになっている。まあだんだんこう近づいていくので、カメラが最初遠いんですよ。こうやって遠くからのカメラから再生されない、近づいてって5は一番近いみたいな、最前列に進んでいくみたいな形で5個解除すると5個解除する必要があるというところです。で正解ゲージっていうのもあって、今 50% ぐらいになってるんですけど、まあ、100% で次のカメラのロックが解除されると。まあ、100% が何人クリアなのかっていうのは明確ではないんで、まあ、謎解きがすげえ増えようが増えまいが、まあ、日にちが経ってくればゲージが溜まっていくような仕様になってるんじゃないかなと思います。で現場に行くためには400名限定でイベントのその現場に行くっていうのもあったんですが、これは事前にフォロー&リツイートキャンペーンとか謎解きをクリアしてフォームに入力する必要があったんですけども、そちらはすでに終わっていて、で現在はオンライン配信を最前列で見るためにキャンペーンが行われています。で謎解きは5問ありましてですね、奇跡の謎、こちら謎ゼロとなっていて、それぞれのアーティストを利用した謎があります。こちら手がかりを確認するとか押すと、まあいろいろ出てきて、ペンパみたいな、でこれツイートとかがですね、そのアーティストの SNS のところに行って、手がかりを探していくような形で、まあ、アーティスト各メンバーの SNS の回遊みたいなのもさせています。でさらに、まあ、コークスタジオの CM 内にヒントを入れることで、まあ、マストに視聴させるものとかですね、まあこちらボトルの謎、いわゆるシンプルな謎解きがありましたり、あとはこうロゴの謎っていうので、実際ロゴを見つけないとわからない実際の行動を促すものがあったりして、いろんなところに回遊させることで楽しんでもらいつつ、みんなで協力っていう気持ちも加えてイベント当日を盛り上げています。イベントを主軸に謎解きをみんなで行うっていうのはレッドブルでもやってましたよね。みんなをいかに盛り上げてアーティストを巻き込んでイベント当日を迎えられるかというストーリーが大事になってきます。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。